はい、お疲れ様です。池田レコーズのひらめきはサドルの上で久々です。さあ、今ちょっと片付けしてまして、もうちょっとしたらですね、自転車乗り始めるんですけども、本当にですね、ポッドキャストを聞いていただいている方が本当に多くて、僕びっくりいたしました。もう本当こんな内容で申し訳ないなと思いつつも、久々にですね、撮影している録画会、状況です。ちょっとお待ちください。今準備中ですと。久々に、録音っていうんですかね。よいしょ。ってなると。なかなか緊張しますね。緊張するって言っても僕一人しかいないんで、自分で撮って自分でこう勝手に独り言のように喋ってるだけなんで、そんな緊張するもんでもないんですが、これちょっとはい、これでいいかな。荷物は全部持ったはず、さあ、いつものことなんですけれども、こうテーマをいろいろ考えながら、自転車に乗ってペチャペチャ喋ってるという感じです。で、いつも通りですね、もう普段、通ってる道路を走りながら、なんでいろんな音が入るかもしれませんが、ご了承ください。さあ、もうちょっと待ってくださいね。よっこらちょっと。はいはいはい。おげー。はい。あとは鍵を閉めて終わりと。さあ、これで OK でした。うわー。さあ、今日のテーマ何にしましょうかね。自転車関係でやっぱりなるんですけども、もう最近もう考えてることといったらもう一つしかないんですよ。タイヤですよ。タイヤ。この前自転車仲間にですね、ロングライドとか、行くのになんで太いタイヤで行くんやって言われてですね、言われたんですよ。もうちょっとこうロングライド行くなら細いタイヤで快適にスピードが出るやつがええやんと言われたんですけど、もう太いタイヤが結構好きなんですよね。このふわふわした乗り心地というか、スピードを出すってなったらやっぱりこう他にも選択肢はあるんですけども、太いタイヤの魅力っていうのはそういうとこじゃないと思うんですよね。これをですね、昨日帰るときにずっと考えてたんですよ。なんかこう僕学がないんで、国語力がないんですよ。このポッドキャストを聞いていただいてると分かると思うんですけど、国語力ないんですけど、なんかこう伝えるいい例え話みたいなのはないんかなと思ってたら、ちょうどいいのが思い出したんですよ。今日のテーマ、太いダイヤ。ですね、まず僕車持ってないですね、現在自分用の車っていうのは何もないと。だから車でどこかに出かけるときとか、はレンタルしてるんですね。レンタルもしくは車を借りるか、それレンタルか、してるわけです。なんで自分がいつも乗っている車っていうのは決まってないんですよ。もう自家用車持ってるっていう場合は、いつも自分の車でこう家から出て、買い物に行ったり遠くに行ったりすると思うんですけども、それがないので毎回こう違う車を試して楽しんでるわけなんですね。今までそれこそ本当いろんな、車に乗ってですね、普通の、普通車、コンパクトカー、軽自動車もあり、トラックですね、中型トラックというかなんというかそういうのも乗りで、あれですよ、ハイエースとワゴンバンでちょっとこう外国のちょっといいやつとかで、スポーツカーっていうのも乗ったんですよ。ロードスターも乗りました。でセダン乗ったんです。でいろいろこう乗っていく中でやっぱり車もですね、性格が全然違うんですよね。でそれ何がどう違うかっていうと、乗り心地、ハンドリングっていうのがやっぱり違うんですよ。で僕そこまで車に乗り込んでるわけじゃないんですけど、やっぱり全然知らんペーペーが乗ってもその違いが分かると。で僕この車に乗るっていうところ時は自転車で行けないところに行く時なんですね。いわゆるこうロングライドですよ。ロングライドというかロングドライブですよ。はい。でこの時にですね、ほぼそれなんですよ。だからどんな車を借りても大概100キロ以上は片道必ず走ってるっていうぐらいロングドライブになるんですけど、スポーツカー系で友人とですね、広島から鳥取までこう走ったことがあったんですよ。もう深夜、夜に借りてそのままもう次の朝遊び尽くすために夜走ったんですね。ほんでもうスポーツカーってもうびっくりするぐらい加速するんですよね。ほんで峠もですね走ってみたんですけども、こう行きたい方向にハンドルを切ればさっ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 とこう軽やかにですね、走ってくれるんですよね。でもうキュン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 と今もう若い心をくすぐるというかですね、男心をくすぐるというか、もうほんま楽しいんですよね。操作するのが楽しい、走るのが楽しいと。ただその友人とスポーツカーに今後乗ることはなかったんですよね。なんでかっていうと高速道路だったんですよ。高速道路もう長い時間高速道路に乗って一般道を走ってずーっとこう座ったまんまで行っとったんですけど、まあ振動がすごくてですね、もう腰痛いわ、もうですね、サービスエリア次はどこやという感じでですね、もうお尻は痛いわで、全然もう楽しかったのは前半、もう U ターンして帰ってくるときはもうへえへえなってたっていうですね。だからやっぱり車も向き不向きがあって、長い時間乗っていられる車と、そうではないスピードを出して、軽快に行く車とやったら全然ちゃうなと、特にそのスピード系、操作感を楽しむ系のやつやったんで、それにはいいですけど長い時間っていうのはちょっと向いてないなと。で僕の乗り方がですね、スピード系とかじゃなくて長い時間系なんですよね。それで車もそうですし自転車ももちろんそうなんですけど、で車で言うとですね、長い時間乗って疲れなかったのがその外国の車、ちょっとでかいトラックみたいなやつ、もしくはセダンみたいなやつですね、これがですね、イメージするとタクシーみたいな感じですよね。タクシーの後ろの席なんかこうスムーズにふわーんふわーんってこう、それこそ雲の上に乗っているかのような、ソファーの上に座っているかのような、振動がすごく少ない、ふわ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 っとした気持ちがいい快適な乗り物、車、あれなんですよね。あれが自転車にもそのままもう当てはまってて、もう快適なのが好きなんですよね。そのスピードをギュン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 と出して走るっていうのをやっとったんですけども、今求めているのはそれじゃなくて、長い時間乗ってられる自転車がいいなと思ってるんです。でそんな乗り方になってくるとですね、自転車の話に戻ります。太いタイヤが生きてきてるっていうのがですね、あるんですよ。もちろんそのもうこれ結構車に似てるんじゃないですかね。キュンキュンと走るスポーツカーとかになると軽くするんじゃないですか。それこそ車体を小さくしてるものもあれば、荷室っていうんですかね、僕車のことあんまり詳しく知らないんですけど、助手席取ったりとかですね、もう骨組みだけになってたりするんですけど、それかもしくはこう内装をしっかり、して座り心地よくて音楽聴けて、もう運転しながら寝てしまいそうな快適なやつとかですね、そんな車、セダン系というか、ロングドライブ系、を比較してみると、やっぱりこのセダン系、ロングドライブ系になるんですよ。で、その車体の重量とかを比較するとですね、おそらくスポーツ系の方がやっぱ軽いんですけど、どっちに乗りたいかって言ったら、僕の性格上では今、まあ多分これからもそうなんでしょう。どうなんでしょうか。性格がよほど変わらない限り、僕はセダン、ロングドライブ系に乗るであろうと。ってなってきた時に、自転車に戻します。太いタイヤはありなんじゃないかなと。要するに、重量が、増したり、加速感、スピード感は出しにくくなるかもしれないけども、ずっと自転車の上で座って周りを楽しんで快適にずっと走り続けたいってなってきたら、この振動を吸収する太いタイヤのパワー、気兼ねなく段差も、もう目つぶっても下手するといけちゃう、目つぶっちゃいけないですけどいけちゃう、この安心感、ふわっとした気持ちいい感覚、それを犠牲にしてまで細くするのはどうかなみたいな感じですよね。いや、はい、もう極端に最近もう振り切って考えてみてるんですけどね、はい、でこの前のロングライブですよ。ちょっと300キロ頑張って、走ってる自転車仲間がいてですね、300キロ走るというよりかは僕はもう24時間走り続けて楽しみたいなと思ってですね、走ったわけです。そんな大体ですね、偶然同じぐらいの、僕290キロぐらいやったんですけど、大体同じぐらいの距離になったんです。ほんで改めて振り返ってみると、ロードバイクでもマウンテンバイクでも大体200から250キロぐらい走ってたんですけど、今回はですね、その 700C の23とかそういう細いタイヤとか 30C の細いタイヤじゃなくて、29インチの 2.1 というでかいタイヤで行ったんですよ。なんですけど、そこまでですね、車体重いでしょ、車体重いしタイヤも重い、見た目も重そうなんですけど、あんまりこう精神的に、体力は疲れてるけど、そこまで差があったかなって思ったらですね、そんな感じられなかったんですよね。だから長い時間快適にってなったら、ある程度のタイヤの太さがあった方がええんじゃないかな。でこのタイヤの太さも、本当にもう太すぎたらですね、もう逆効果にはなると思うんですけども、こういうロード、リッチマイルというグラベル系のコンポーネントが許容する範囲ぐらいまでの、タイヤだったら結構ちょうどいいふわってしつつも、走行感も最大限、出せる、感じの塩梅になるんじゃないかな。どうなんやろな、そのギリギリのラインってどこなんやろみたいなのをずっと考えてるいう感じですよ。でグラベルの、走るロードバイクを見ても、徐々にですね、レースのスピードが上がってきてたり、路面環境が悪いところに集団で突っ込んでいかないといけないとかですね、いろんな状況の変化があって、それに対応するように年々タイヤが太くなってきてるようですよ。で僕はもうそういうグラベルのレースっていうのはなかなか出れないんですけど、場所も。そのアメリカみたいな広大なところが隣にあるっていうわけでもないですし、なんですけど、日本のこの道をロングライドするとですね、意外と舗装路荒れてたりするんですよね。ほんで、まあ、右側が車が通って左側はガードレールで挟まれてどっちも行けないような状況で、路面が前の路面がなんかトラックでアスファルトが寄ってて、めちゃガタガタに荒れてるとかですね、なんかそういうのがまあまああるんですよね。ってなったらですね、グラベルではないんですよ。グラベルではないんだけど、舗装路の荒れたところを走るっていうのと、まあ、そういう日本の路面環境と、アメリカのですね、広大な敷地をレースで走る、特殊な状況のグラベルレースの、自転車って結構似てるんじゃないかなって、思ってるんですよね。で、また今までになかったこう新しいパーツたちが誕生してきてるのもその辺りなん気がするんですよ。それがですね、どこかというと、まあ、ドロップ系ですよ。ドロップハンドルで、使える太いタイヤ系のちょっと速い系っていうやつですね。マウンテンバイクのクロスカントリーのってなるとあったんですよ、今まで。要するにクロスカントリーってずっとあったんですが、そうじゃなくて、いわゆるもう少しブロックタイヤではなくてスリックタイヤに近づけたようなやつで、レーススペック系の軽いやつ、薄いやつ、っていうのが今徐々に誕生し始めてるっていうのがすごい面白いところなんですよ。例えば29インチの、2.0 から 2.2 ぐらいのタイヤでスリックタイヤってなると、まあまああったんですけど、まあ、チューブを入れてちょっと重い耐久性のあるもので、マウンテンバイクの普段乗っているマウンテンバイクをちょっとこう街乗りで乗ろうかと、いう時にブロックタイヤの代わりにスリックタイヤを入れて、使うみたいなタイヤは今までずっとあったんですけども、そうじゃなくてもう元からスリックで、しかもちょっとスピード速めのやつでもグラベルもいけるみたいなタイヤってあんまりなかったんですよ、その太さ。でもそれが誕生し始めてきてるっていうのがすごい、面白いポイントやなというところなんですよ。でそれをこう組み合わせていくと、面白いロードバイクができるんじゃないかなと。ロードバイクですよ。ロードバイクというともうタイヤ細いドロップハンドルのっていう感じのイメージがあるんですけど、そうじゃなくて太いタイヤのロードバイクがあってもええんじゃないかな。でロードバイクっていう名前はつくんですけども、レーサーじゃなくて、快適に長い距離を乗って楽しめるふわふわ系ロードバイクですよ。それを今何ていうの、それをグラベルっていうのかな、まあ、呼び方はもう何でもいいんですけど、ずっと乗っていられる、気兼ねなく乗っていられる、乗り続けていられられる。そんな、自転車が最近欲しいなと、思っている次第です。これがですねいいんですよ。でそれになるべくこう近づけるように、今乗ってるこのスートラ LTD という自転車をですねこうカスタムしていってるんですけども、そろそろこのもっとこう突き詰めたフレームも欲しいなとは思ってるんですけどね、なかなか難しいところでございます。さあ、まあ、こんな感じでですね、太いタイヤにまつわるうんぬんかんぬんをですね、ここ最近ずっと考えて、走ってるわけですよ。今ポッドキャストを、撮ってるんで、ずっと喋ってるんですけども、撮ってない時はですね、ハンドルとか、その他いろんなパーツ、サドルだったりを、交換して、それをですね、もうあれですよ、何も話さず一人でですね、こういろんなところを握って試してみたり、ちょっと帰りに寄り道して、段差のところピッピッピッって行ってみたりっていうのをずっとやってるっていう感じです。いや、これ何も変わってないですよね。ずっとこんな感じですよ、本当に。で、たまにおこれはおもれえなっていう、やつと巡り合った時のこの宝くじ当てた感がすごい楽しいです。で、その宝くじ当てた感っていうのはいや、これが面白いんですよ。これもまた話テーマ変わっちゃうんですけど、ちょっと言いたいんで言うんですけど、自転車のパーツとかアクセサリーってほんとピンからキリまであるんですけど、価格で言うと分かりやすいと思います。価格がめちゃめちゃ価格するやつがめっちゃいいっていうのは分かるんですけど、逆のそのめっちゃ安くてこれ大丈夫なみたいなやつがめっちゃいいっていうのがあるんですよ、ごくまれに。それに巡り合った時のこのニコニコする、このワクワクする、これを俺は探してたんやみたいなのですね、もう本当にまれですけどあるんですよね。で、自分以外にはそんなもう何言ってんのどこがええねんっていうのあるんですけど、自分にだけこうピターンって当てはまっちゃうようなパーツも実はあって、そういうのをこう価格がいいやつ使ったり、ちょっとチープなやつ使ったりしながらこう探し求めて、早何十年っていうですね感じですよ。はい、だから意外な、だから最近はあんまりこの全部が全部いいやつってまとめるとかそういうのじゃなくて、本当に使いたいやつを使おうとか、自分に合ったやつを使おうみたいな感じで、思うことが本当に多くなりまして、なんかこういいものにはいいものを組み合わせないと、見た目上どうだこうだっていうのが、あるんですけど、一概にそういうわけでもないなっていう、なんかこう自分で、考えてた固定概念を自分でこう崩しながらまた再構築しながらっていうような、感じですね。はい、だから不思議なもんで、完成車っていう自転車のこの形があるんですけど、その完成車で乗って、あ、こうやってこうやってこうやって、グレードアップしていったらもっと楽しくなるなみたいなのをやるんですけど、気がついたらですね、元に戻ってるっていう、なんならもうダウングレードっていうんですかね、してるっていうのもまあちょくちょくあるんで、いやー、もう本当自転車って面白いなと思います。変速機も後ろの変速機が11段あって、気がついたら9段になってるとかですねそっちの方がなんか調子いいとかですね。それは自分のこの使い方とか考え方とか、運用方法で調子がいいっていうやつで、全員が全員っていうわけじゃないんですけど、なんかそういうのを感じたりですね、本当は面白いよな自転車ってなるんですよ。で、これがですね、ずっとこうぐる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 回ってるわけなんですよね。タイヤもそうですよ。タイヤ、この前これ使ってよかったなって思ってるやつをサイズ変えて試したら全然ダメやったり、このタイヤ全然あかんかったわこれっていうのを、また別の機会に別の自転車別のパーツと組み合わせて乗ってみたら、これやべえみたいなやつがあったり、本当にですね、レビューってなんか意味あるのかって言ってしまうぐらい、違うんですよね、その時と場合。だからこれ一生終わらないと思うんですよね、この探求というか、自分の年齢がどんどん年老いていくにあたって自分の趣味も変わるやろうし、乗り心地、この筋肉のつき方とか考え方とか余裕、心の持ちようとか、なんかそういうのも変わっていくと思うんで、それぞれに応じた、最適なパーツを見つけていくってなると、もう一緒のわけないやんっていうところですよね。だからこう本当にレーシングカーのようにもうバリバリに速いやつが好きっていうのは僕も好きなんですよ。好きでもうやっとったんですけど、今それやれって言われてもとてもこうじゃないけど、あんまりやる気にならないっていうですね。だからそれはもっとこう10代ぐらい、10代の頃ですよ。10代の頃はもうそれしか考えてなかったんで、どうやって速く走るかとか、どうやってレースで勝つかみたいなのとか、思っとったんですけど、未完成最近はそういうのじゃなくて、なるべく長い時間自転車に乗って楽しみたいっていうのが、最近のこのテーマになってるわけで、多分これは、死ぬまで続くだろうな、まあ、一応目標は100歳まで自転車に乗るということなんで、そこまで続いていくだろうなーってこう思ってるところです。はい、ということで、まあ、今回のポッドキャストはですね、久々の、ポッドキャストということで、ちょっとこう戸惑いながらあっち行ったりこっち行ったりフラフラしながらちょっと話してみました。テーマはちなみに太いタイヤでした。はい、ということで、池田レコーズのひらめきはサドルの上でのポッドキャスト、これ管理しているアプリがですね、どうやら変わってしまったみたいで、これ知らない、もう全然やってなかったらあれですね、知らない間にアプリの仕様が変わって、どうやってこれ音声上げたらええんやろっていうふうに今考えてるんですよ。なんでやりたいけど、どうやってやったらいいかちょっとそこから調べることからまたやらないけどですね。はい、これがちゃんと上がってることを祈ってはい、この辺りで終わろうと思います。YouTube も最近上げれるのかな、ポッドキャスト、まあ、そっちの方にもちょっと上げれるか、やってみようかな。はい、ということで、池田レコーズのひらめきはサドルの上でした。またどうぞ。